あ皆さんおはようございます、えー。美しい国、日本のためにの時間で、えー、あります。えー、今日は、あノルカソルカのアメリカ経済ということで、アメリカ経済の、まあ、いわば強み、弱み、あるいはアキレス腱というようなことについて分析し、これから先、アメリカ経済どうなるんだかというところまでですね、えー、突っ込んでお話をしたいと思っております。 この資本主義の世の中、金が物を言うと、これがまあ、資本主義の何て言うんでしょうか、原則というか宿命というか、とにかく金が物を言うというのがこの資本主義であります。現在この資本主義経済のもとで、アメリカ、ヨーロッパ、日本、その他、もろもろですね、資本主義経済体制の中にあるということが言えます。 アメリカのこの強い面、もちろん弱い面もあるんですが、強い面から行きますと、まず経済、今言いましたように金が物を言うわけですから、世界の金、すなわち基軸通貨。 これの、この自由裁量権、発行したり、あるいは市場から吸い上げたり、市場に通貨を出したり、こういうですね、世界の基軸通貨であるドルの自由裁量権を持っているというのがですね、何よりもアメリカの強いところであります。また政治の世界では力がものを言う、つまり軍事力がものを言うというのがですね、政治の世界。 え、国際政治の世界であります。で、ご存知の通り、アメリカの軍事力というのは、あ、抜群でして、その後、中国が追っているということになっているんですが、まあ、アメリカの軍事力の方が、かなり、この、引き離していると。中国が必死になって追いかけているという、まあ、こういうような状況にあるわけですね。従って、世界で一番大きな、軍事力を持っている。 あるいは世界をアメリカの軍事力の派遣下に収めていると。まあ、あるエリアではそういうことが言えるんですが。というわけで、アメリカの次の力というのは軍事力ということになります。それからもう一つのアメリカの強みというのはですね、通貨ドル、それからアメリカの軍事力、次に強いのは何かというと、アメリカが移民国家であるという、これがまた強いことなんですよ。 えー、やはり国家、経済すべて人の上に成り立ってるわけですから。民主主義で、やはり国民が主権者であると。と同じようにですね。やはり人というのが大事なんですね。で、アメリカは年間100、少ない時で110万人ぐらい。多い時で100、2、30万人。それだけのですね、えー、移民。アメリカにどんどんと移民してるわけなんですよ。 日本なんか人口少子、少子高齢化だなんて言ってですね、人口が減っていくという話なんですが、アメリカの場合はですね、外からどんどん人が入ってくると。人が入ってくるってことは同時にお金も入ってくるっていうことなんですけども、と同時にいろいろなですね、人材、能力、いろんなものがですね、アメリカへ入ってくる。これがアメリカの次の大きな強みなんですよ。 ね。えー、まあ、トランプ大統領なんかは移民を制限するとか、移民といってもですね、不法移民というのがあるわけですから、これをですね、排除するということで壁を作ったり、まあ、いろいろなことをやってきたし、また、もし政権を取れば、また続けてやることになると思いますが、これも考えによってはヨしアしで、アリゾナでもテキサスでもそうですけども、農業国としてはですね、えー、人手が大事なんですよ。うん。で、今人手不足ですしね、 と同時にですね、人件費、最低賃金がどんどん上がっていってですね、人件費というものがですね、人件費というのは固定費ですから、これがですね、どんどん上がっていく。したがってビジネスとしてはですね、できるだけ固定費をまあ下げたいわけなんですよ。そこへおあつらい向きと言ってもいいと思うんですが、国境を越えてですね、えー、いろいろメキシコとか、あちらこちらからですね、人が入ってくると。今は結構厳しいんですが、 ま、以前は、見て、見ぬふりをするというようなこともあって、というのはですね、それぞれの、ま、アリゾナにしても、テキサスにしても、どこにしてもですね、人手が必要なんですよ。だから、この、不法移民が入ってくるのは、ある意味ではですね、ありがたいことで、これを訓練してですね、一人前の労働者にすればいいと。で、おまけにですね、不法移民ですから、アメリカの市民じゃありませんから、最低賃金を守る必要もないと、おいうことで、いろんな意味から言ってですね、 アメリカの農業にとって、この移民、並びに不法移民というのはですね、非常に重要な要素なんですね。というわけで、この移民というのがですね、移民国アメリカというのが、これがアメリカの強みということが言えるわけであります。それからもう一つの強みっていうのはですね、前にもお話したことあるかと思いますが、日本では黒田日銀総裁、 え、日銀の総裁に黒田総裁が就任されまして、これが2 0 2013年の4月だったんですが、4月の4日からですね、え、黒田総裁は異次元金融緩和というのを発表しまして、そして、え、大規模な量的緩和、質的緩和というのを始めてですね、 で、2023年の4月の9日に、上田新総裁が、この日銀の総裁になられるまでの間、約10年間ですね、黒田日銀総裁が金融緩和を続行したということがありますね。どんどん金融緩和をするということはどういうことかっていうとですね、円という日本の通貨のバリューがどんどん下がっていくということなんですよ。 ね。従ってですね、日本の通貨である円の価値がどんどん下がっていくようなところで商売をしたってですね、えー、何もならないんじゃないのかと。普通、あまり経済に詳しくない人でもそういうようなことはわかりますよね。うん。えー、いわんやですね、金融とか財政に長けた人はですね、例えば1億なら1億というお金を、まあ日本の銀行に預けているとしますか。そうすると、日本の方は、一時マイナス金利だと。よくてもゼロ金利だと。 いうことですから、預金してると、全員失いになっちゃうわけですよ。預金すれば、普通は、金利が入ってきて、プラスになるんですが、プラスどころか、マイナスになると。なんか、預けて金利をもらうんじゃなくて、預け代を取られてしまうと。こういう現実があるわけですね。そうすれば、日本の銀行にお金を送っている人は、まだいなくなるということもわかりますよね。というわけで、もろもろいろんなことがありまして、 日本からこの黒田総裁の10年間で1550兆円の金が日本から海外へ、まあ、逃避する。逃げ去っていったわけですよ。ねこれは事実ですよ。きちっと日銀と財務省でデータを発表してますから。それを見ると1550兆円の金がこの10年間で日本から海外へ渡ったということはもうはっきりしてるわけです。で、お金が、 海外へ出ていく。特にアメリカなんですが。アメリカに日本からお金が出ていくっていうことは、お金が出ていくと、それと一緒になって、え人間も、頭脳も、そればかりか、いろいろな生産設備があるわけですから。ね、お金と人が移動すれば、生産設備もですね、この、ついていくという。こういうことになるんですよ。だから、日本が空洞化していくわけですよ。お金は出ていく、人が出ていく、設備は移動すると。 おいう、まあ移動するっていうのはちょっとおかしな言い方ですが、つまり日本の設備はもういらないと。新たにアメリカならアメリカにですね、設備投資して新しい,い,い設備をアメリカに作るんだと。まあ、わかりやすく言えば設備もアメリカに移動したんだというふうに考えると、まあわかりやすいと思いますが、実際そういうことなんですよ。 ね、日本から人は出ていく、お金は出ていく、そして生産拠点がどんどん海外へ移っていくと。こういう状況はですね、10年間続いて、今なおまだ続いてるということなんですよ。まあ、日本とアメリカとの関係で言うとですね、アメリカ、こんなありがたい話はないわけですよ、ね。一生懸命アメリカの人が働いて貯めたお金が、アメリカで働くと。お金がいろいろ活用されるというならいいんですが、日本人が一生懸命貯めたそのお金がですね、 お金に国境はありませんから。これがアメリカへですね、どんどん渡ってくるということですから。日本の人の預金がアメリカに移動したことになるわけですよ。だからアメリカの方にしてみると不労所得ですよ。別に何入したわけでも何でもないんですよ。日本の方から望んで、どんどんとアメリカにお金を持ってやってくると。 そして、えー、アメリカに生産拠点を移すと。これ、アメリカの国内の設備投資ですから、これはもう、設備投資は、アメリカの経済成長に大きく寄与するわけですよ。そればかりかですね、市場が拡大するわけですから、アメリカの経済も、どんどんと拡大していくわけですよ。ね。で、日本の方は逆に縮小していくわけですよ。ね。ですから、日本経済のことを30年間、身体だと、死んだも同然だったと、いうような言葉がありますが、わかりやすく言ったらそういうことなんですよ。 日本からどんどんお金が出ていく、人が出ていく、設備が出ていくと。これではですね、成長のしようがないんですよ。で、日本の方が成長しなければあ、それに輪をかけたように、今度はアメリカの方が成長するわけですよ。日本で成長すべきことがアメリカへ移動しちゃったわけで、そしてアメリカで成長してるわけですよ。で、だから日本の方は一切成長しない。だから30年間賃金も株価指数も、それから GDP も、何もかにも伸びないと。 このことを30年日本経済死にたいと言うんですが、そういうようなですね、ことが今日まで続いてきているわけなんですよ。さて、アメリカがくしゃみをすると日本は肺炎にかかるということですから、アメリカ経済がこれからどうなるということをですね、知らないと、我々日本人、まず日本がどうなることよりもアメリカがどうなる、アメリカ経済がどうなるということを先に知る必要があると。 いうことであります。従って、この第2部ですね。第2部では、ではこれからアメリカ経済はどういう風になっていくのかということについて、いろいろ詳しくお話をしたいと思います。